オーディションに受かった時、素直に喜べなかった。バレエを始めたきっかけは、すごい自分が踊ってるところをなんか見てもらってる、なんかその景色とかがすごい好きで、言葉では表せないぐらいに本当に大好きです。なんかバレエの先生になりたいが強くて、趣味がその可愛い子を見るみたいな。もともと雑誌とかがすごい好きで、あの長濱ねるさんにたどり着いてすごい好きになって、いつの日か気づくと夢は2つに増えていた。5番浜岸ひよりさん。ひらがな欅に合格したって時は、あれ待てよと私は今クラシックバレエをしてて、すごい素晴らしい役をいただいていたので、なんか自分としてはもう絶対にやりたくて、でも少しずつひらがな欅の活動も増えてきて、両立ができなくなってきていて、やめたいやめたいやめたい。本当はやめたくなんかなかった。